どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、登場していただいております、ハニーさんでございます。はい、夫婦でセッションと時間がやってまいりました。だいたい2週間に1遍ぐらいずつやってますけどね、もうだいぶなんかこう、まあ、安定的にやってるかなって感じなんですけど、はい、夫婦でセッションもかなりストックがもうありますね。ちょっとねこれなかなか面白い、あのガズレレ動画にしては珍しいこれアンサンブルね、お届けしてるんでね、ハモったりとか違う弾き方したりしてる。これ他にもねいっぱい面白い曲やってます。ちょっとこれ過去の再生リスト夫婦でセッション見てみてください。はい、じゃあ今日もね早速やっていこうと思うんですけど、今日やる曲名いきなりいっちゃいましょうか。今日やる曲はせーの、ワインディングロード。これ彩香さんと小袋の頃のセッションとかコラボというか、なんちゅうの、2人で歌うなんてデュエットっていうかね、まあそう3人だからデュエットっていうのがあるんだけど、まああのこれ実はねつい先日ガズクラブっていうね、あの楽譜5曲ダウンロードできる他に、全世界から集まるセッション毎月2回やってるんですけど、その課題曲になった曲で、これがね案外2人だったら調子いいぞという、はい、もうまんまとねそこで練習して今日これでアップロードしようということなんですけど、これ2人であるとまたねなかなかね奥がね、まあ、そう深みがね、そう深みが増すし、やっぱね、ハモるとね、また気持ちがいいんです。はい、今日これ取り上げたいと思います。さあ、皆さん音楽ね、ウクレレで音楽すぐできますよ。もしね、興味ある方、ウクレレ簡単だから、ここからちょっとね、ウクレレ始めてみてください。どんな人でもすぐできるプログラムになってますと。はい。で、この動画の後に、またちょっとね、お知らせとかをしていきたいと思いますので、まあ、最後まで動画を見てくれればなというふうに思います。はい、歌詞とコード出てますんで、僕たちと一緒にワイワイセッションしていきましょうということでございます。はい、さあ、それではやっていきましょうか。はい。はい、それでは、夫婦でセッション、ワインディングロード、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。曲がりくねった道の先に待っているいくつもの小さな光。まだ遠くて見えなくても一歩ずつ、ただそれだけを信じてゆこう。ミスったけど、あれ勢いは良かったよ。ねえ。ねえ。ねえ。
いやもう今1回ですごい、すごいできた1回で、下では練習だけど、下リビングルームではこの収録をするまでにちょっと練習はしてたんだけど、まあ、いつもね大体何回かやって、何回どころか何十回もやってってのがあるんだけど、これ1回目でね、いやもう結構これあのなんつうの、雑だったけどこのパッションがあったんじゃん。あったあったと思う。やっぱりちょっとここはもう、なんていうの、覚えたんじゃん。ラーラーラー、そのメインのコード進行がね、覚えられなかったんだけど、うん、なんかね、あの、覚えようっていう決意したわけだよ、ね。今ね、この2分ぐらいで決意した。この典型的なこのサビで使われるコード進行をガズさんはしっかり覚えてて、ハニーさんはよく聞いたら覚えてなかったって、それは簡単だから覚えた方がいいんじゃないってことちょっとやってたんだよね。そう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 、やっぱ覚えると自由度が高まるの、コード進行ね。だから僕もあのさっき言ったんだけど、その僕はねコード音のねこの流れで覚えてるんだけど、まだ文字で覚えてたっていうのがよく分かって、これすごい参考になるかもしれない。みんなもだからコードネームで覚えるんじゃなくて、ここでダンドンダンダンみたいな、その音のこの高さっていうか、そのメロディーラインでコードを覚えちゃうとすぐ結構覚えられるぞというね、いい教訓だった今日、うん、この簡単すぎる基本コードだから覚えられなかったんだけど、簡単な方が覚えられないじゃない。そう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 、そうなんです。あとやっぱりちょっと難しい歌も、この曲っていうね、あのすごいさソウルフルで裏拍の歌がターニングが多いんだけど、そういうのってすごい難しくて、できると気持ちがいいんだけど、難しいところの方が早くなっちゃう。リズムキープもできる。まあ今のでもちょっと荒々しかったけども、すごいエネルギーに満ちたいい演奏だったと思います。イエーイ、素晴らしい。はい、まあまあそんな感じで、はい、ワインディングロードのガズレレレッスン動画、こちらの方にねレッスン動画を公開してありますので、ぜひ皆さんこっちでもじっくりやってもらって、はい、今の夫婦でセッションもね、あの僕たちのこのエナジーと一緒にセッションしてもらえるとあの楽しいかもしれません、ね、はい、ということでございます、はい、さあさあ、まあまあよかったですね、うん、はい、でまあ、 あのガズレレの連絡事項としては、あのこのガズのわがままウクレレシリーズ、即販売ということだったんですけど、ありがとうございます。あの用意した分がですね、あっという間にあの完売になってしまいまして、今あの欠品中です。なんですけど、あの2月の、中旬から後半以降でまたベトナムからドンとまた入荷がありますんで、うん、その時だったらまたご案内してさせていただくと、そうするとまたその時点で、注文いただいてもう即発送ということをまたご案内できると思いますんで、はい、引き続き、チェックの方よろしくお願いしますと。で工場見学ツアーもね、今日、あの、さっき挙げたんで、第2弾公開されました。工場見、このね、ベトナムで作られてるね、すごい、工場すごいですから、ぜひ見てください。ちょっと工場見学のね、再生リストここに貼っとくわ。これはね、ぜひ、ウクレレってどんな風に作られているのか、めっちゃすごいよ。ちょっと感動するんで、お楽しみにしておいてください。ぜひ見てください。はい、そういうわけでね、音楽日常生活の中にどんどん入れ込んでね、はい、豊かでポップな毎日にしていきましょう、はい、はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルと、あと夫婦2人でやってるガズピアノ、そう、こっちのチャンネルもやってますよ、はい、やってますよ、ガズピアノも、ぜひぜひ、あっちもね、もうなんかもうわーって言いながらね本当にまあやってるんです、はい、はい、そんなわけで楽しい音楽のある生活を作り上げていきましょう、はい、皆さんごきげんよう、さよなら、バイバイ、バイバイ。